ポケモンゆっくりスクールにようこそ。部長の霊夢です。マリサだぜ。今回は悪の組織にいる美女キャラについて解説していきますよ。悪の組織といえば、どの世代も世界を巻き込むような大きな悪いことをしようと考えているけど、そのメンバーにいる美女キャラがどんな活躍をしたのか気になるぜ。もし面白そうだと思ったらこのスクールに入学してくださいね。それでは授業開始です。さて、まず紹介するのはルビーで初登場した、マグマ団の女幹部であるカガリですね。長いスカートとショートヘアが特徴で、劇中の描写では性格は典型的悪役の女幹部。ついになっているアクア団幹部は泉ですね。もちろん泉について解説するので楽しみにしていてくださいね。わざわざ言う必要ある？ちなみに、エメラルドでは登場してないのですよ。なので私はエメラルドだけはしていません。美女キャラが減るだけで買わない理由になるんだね。一応公式グラフィックが、海外の方に存在するようですよ。ちなみに英語名はコートニー。また、ポケモンカード GB シリーズのグランドマスターの一人ヒロコも英語名が同じであり、両者とも炎タイプを好むという共通点があります。リメイク版のオメガルビー、アルファサファイアでは容姿や性格が大幅に変わっていますね。見た目は髪目が黒からゆかりに変更されていて、サイドスリットスカートがタイトスカートに、フードの角が黄色に、赤い部分が増加などと服装も大幅に変更されていますね。統治法を多用する不安定なセリフが特徴。あははと笑い、上機嫌な時にはセリフの最後に音符がつくのがチャームポイント。ポケモンでは珍しいキャラクターだよな。そう、歩きモーションも首が座ってないんじゃないかと思うほどフラフラしていて、やはり不安定。立ってる時ですら本人から見て若干右に首が傾いているのも魅力ですね。さらに皆さん、カガリはなんとボクっ子なんですよ。また、松草に浸水していて、死体すぎてパソコンの画像ファイルは彼の写真で溢れているんですよ。おお、もしかしたらファザコンかつ、メンヘラちゃんなのか。ラティオスとラティオスナイトを奪おうと画策した際、主人公とダイゴのタッグと交戦し、なぜか主人公にのみ興味を抱きます。いわくダイゴは予想ない、主人公はダイゴさん。ダイゴさんの名前使ってうまいこと言わなくていいから。また、初対面の主人公に、君ターゲットロックしたから、エクスペリメント実験するから君をずっと、と、解釈の仕様によっては、全年齢ゲームとして非常にヤバめの宣言をするんですよ。いや、間に嬉しいが入っていますけどね。手持ちは一貫して爆打しかいません。え、手持ちは爆打しかいないのかよ。せめてクッション用にズバッとぐらい入れたらいいのに。引くほどのメタ発言しないでください。さて、次に紹介するのはポケットモンスターサファイアエメラルドで初登場した泉です。アクア団の女性幹部で、ウェーブが買った髪と女下っ端より露出多めの衣装が特徴。下っ端はへそ出しになる T シャツ、彼女はチューブトップと短めのベストを着る他は全て露出していて。なんともハレンチ。全然そんなことありませんよ。泉は主人公とは天気研究所、海底洞窟で対決することになります。サファイアにおけるストーリー上の役割は、ルビーでのマグマ団幹部カガリと同じ。カガリと同じく海外の方に公式グラフィックが存在するようだな。こちらもリメイク版のオメガルビー、アルファサファイアでは、容姿や服装が大幅に変わっていますね。というかほぼ別人じゃん。肌は褐色で、青いメッシュの入った黒髪のロングヘアで、毛先が跳ね上がっているのが特徴で、左の目は流した前髪で隠れています。へそ出しスタイルなのはルビー、サファイア、エメラルドと同様ですが、肩や腿などが露出したウェットスーツのような服で、頭部にゴーグルをつけています。さらに視聴者の学生さんも思ったでしょう。巨乳なんですよ、霊夢部長。ここはスクールって知ってます？健全なポケモンとはいえ、ちゃんとわかるぐらいの巨乳キャラ。連呼しなくていいから。リメイク前の泉はカガリとほとんど同じキャラ付けだったのですが、オメガルビー、アルファサファイアでは性格描写などが明確に差別化されています。やや口調が荒っぽいですが、知性や裏表のない態度などから、男女問わず団員内でファンが多いようですね。実際、天気研究所にてやり場のないやるせなさから主人公に八つ当たりをしますが、勝負後に少しスッキリしたと言った後にありがとうときちんとお礼も言っています。へえ、泉母性感溢れてそうだな。元デボンコーポレーションの社員でもあり、その知識を活かし組織内の科学技術においても多大な貢献をしている様子。ちなみにスーツ耐久試験場の注意書きを書いたのはおそらく彼女。え、あのデボンコーポレーションの社員なのか。最初は事務的でしたが、読み進めるとだんだん砕けた表記に変化していくので見ておくといいですよ。青霧のことは上司というよりも志を共にする大切な同胞、仲間として見ていて、団としては青霧様と継承を使うのですが、重要な局面では青霧と呼び捨てで呼称しています。またアクア団のアジトの彼女の部屋には青霧と幼馴染みであると見られる写真が飾ってあります。さらに、大人っぽさと裏腹に可愛らしいポケモンのぬいぐるみも飾ってあります。
こんな性格も美人で巨乳の幼馴染み羨ましいですね。おいおい、女は胸で決まると思わないでほしいぜ。あっ気にしていたのね。青霧のためを思い、彼の計画が本当に理想実現となるのか天気研究所にあるデータを調べたところ、原始海王画が目覚めたら起こるであろう恐ろしい事実に愕然とし、最終的には海王画を目覚めさせる彼を説得しようとするのですが、ぜひ海王画イベント終了時の青霧との会話はいろんな意味で必見なので見てみるといいですよ。ああ、海王画が目覚めて大嵐の時の BGM が怖い的な？いやそんなわけないでしょ。さて、次に紹介するのは、ポケットモンスターダイヤモンドパール、プラチナ悪の組織銀河団の幹部のマーズです。名前の由来は火星の英語名ですね。毛先が跳ねた赤毛のショートヘアの女性。制服は他の団員と比べてより可愛らしいデザインとなっていて、幹部で唯一スカートを履いているよな。外見や、喋る内容から、幹部格の中では最も若いと思われます。ボスや他の二人の幹部より感情が表に出ることが多く、負けず嫌い。まさに今作のロリですね。ロリなんて使うんじゃありません。セリフからもわかるように、赤木には相当に浸水し入れ込んでいます。彼が破れた世界に消えたと聞いた際にはあっさり銀河団を辞めると言い出し、赤木を追いかけるつもりでいる模様。じゃあ私銀河団辞めるから、ジュピターあとはよろしく。というわけで私たち普通の女の子に戻ります。っていうほどだもんな。手持ちポケモンにはそれなりに愛着があるようで、主人公との勝負で攻撃を受けた際には、私のポケモンに何するのさっと、怒りをあらわにします。ただ、戦闘では負けた直後には激高するものの、割と面白かったしという理由で、まあ、いっかと流してしまうなど、敵幹部ではありますがノリが軽い一面を持っていますね。とはいえマーズの使うブニャットがやたら強かったイメージあるぜ。さて、ラストに紹介するのは、アローラ地方で活動するエーテル財団の代表を務めていたルザミーね。え、エーテル財団ってポケモンを保護するいい団体で、こんな清楚な美少女が悪の組織なのか？若々しい要望を保つ女性ですが、本人曰くこれでも40は超えているとのこと。マリサは大爆発を起こした。いやいやルザミーネ若すぎでしょ。代表ながらも自ら保護区へ赴き、スカル団にやられたポケモンや傷ついたポケモンたちに母のように惜しみない愛情を注いでいるんですよ。職員によると、彼女はエーテル財団を設立した父親の後を受け継ぐ形で代表を務めるようになったらしいですね。職員や他のトレーナーたちからは厚い信頼を受けていますね。主人公たちと共にウルトラビーストの一周ツロイドを目の当たりにした後は、ウルトラビーストが異世界から迷い込んだと考えて同情し、彼らも保護するため準備を進めるように考え始めます。おいおい、そんないい人なら今回のテーマに入らないんじゃないか？実はエーテル財団の代表を務める傍ら、エーテルパラダイスから出奔したリーリエと彼女がかくまっていたコスモップの確保をスカル団に依頼していました。すなわち彼女こそが事実上の真の悪の組織のボス、つまりスカル団の実質的な黒幕であり、グズマは彼女の都合のいいように利用されているだけだったのです。真の黒幕がルザミーネ若奥様なのかよ。そして、グラジオとリーリエの実の母親でもありますね。その本性はわがままかつ自分勝手で自分が欲しいものはどんな手段を使っても手に入れようとし、興味を失えば平気で捨てようとします。また、自分の気に入ったポケモンは氷漬けにしてコレクションにするなど常軌を逸した行動までとっています。ただしこれが本当の意味での本性と、呼べるかどうかは疑問が残ります。ほう、それはどういうことなんだ？ナッシーアイランドのイベントにて、リーリエが映画の真似をして雨の中で歌っていたら母も飛び出してきて一緒に踊り、後に熱を出して一緒に寝込んだと思い出の中の楽しげな姿を語っていることから、かつては優しい母親だったことが伺えますね。とはいえ、ルザミーネがなぜ豹変したのかは劇中では語られないのですよ。一応ルザミーネがウツロイドやウルトラホールにこだわり暴走した理由について、グラジオは行方不明となった夫への思いゆえであればと希望を述べています。一体行方不明の夫はどこで誰なんだろうな。ちなみにアニメの性格はかなり明るく、親バカな一面が見られます。リーリエを非常に大事にしており親子関係も良好のように見えますが、リーリエはその溺愛ぶりに少し引き気味であり、いつでも私の気持ちを考えず、自分の気持ちばっかり押し付けると批判もしていますね。事実、10代になっているリーリエを赤ちゃん呼ばわりしたり、リーリエが自分の意思でポケモンスクールに入学したことをポケモンスクールに入れてよかったと表現するなど、ゲーム版よりもマイルドな描写ではあるもののリーリエ自身の意思を尊重していないような言動が顕著に見られます。実は、アニメ版はゲーム版の過去の話となっていると思われるので、もしかしたら狂変したのはかなり最近の話なのかもしれませんね。さて、今回はここまでにします。視聴者さんの好きな悪の組織の美女キャラがいたら教えてくれよな。それでは皆さん、ここまでご視聴ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。